今日の豆知識はたった10分で缶ビールをキンキンに冷やす方法をお教えしますまずはキッチンペーパーをご用意くださいそして冷蔵庫もご用意くださいえ冷蔵庫そんなの冷えるの当たり前じゃんって思われると思うんですけども10分間それがポイントですえっとですねキッチンペーパーを濡らしてくださいそしてそのキッチンペーパーでビールを包んでくださいそして冷蔵庫へ10分間入れておきます そしたらなんとビールがキンキンに冷えてるはずです。まあそのネットから拾った情報なので定かではないのでまあどうぞお試しください。以上豆知識でした。はい皆さんこんにちは。今日はですね、えー、まあ原田コロクっていうのはたくさんあるんですけど、その中の抜粋でこのビジネスに対する思考。 考え方いくつか紹介します一つ目皆さんよく経験と知識で明日を考えますね中途入社採用も経験と知識を採用しようとしますね経験と知識は陳腐化してきますたとえ過去成功しててもそれが必ず成功するとは思えない過去の経験もどんどんビジネスモデルが変化してますから役に立つかどうかもわからないその成長する人っていうのは 経験と知識を引き出しにしまっておき、常に白紙状態で明日を考える、学ぶ、この力が一番大事です。従って経験と知識を捨てる、この勇気、これが大事です。それからビジネスをやるときにですね、ビジネスプラン立てます。プロモーションやります。キャンペーンやります。一番嫌いな言葉は PDC を回すっていう言葉です、ね。プラン、ドゥ、チェック、アクション。 こんなのやったら1年間で PDCA が何回転しますかって23回転しかしませんよ。PDCA っていかに並列に実行するかこれが競争力だと思いますしたがってどうやるかっていいますと何かキャンペーンをやります結果が出ます結果を分析して次のアクションを立てますもうこれは遅いんです。何か企画して 実行するときには、どんな結果が出るかっていう仮説を立てます。A. という結果になる、B. という結果になる、C. という結果になる。A. が出たら、次、どんなアクションを取るか。B. だったら、どんなアクションを取る。C. だったら、どんなアクションを取る。この仮説とアクションプランまで、企画しておきます。結果が出たら、速やかに A. で行くんだったら、A. を実行する。そのための、作り込みも全部しとくってことです。例えば、ポスターも。いろんなもの。も で、abc の準備をして、a で言ったら bc の準備するコストが捨て金になります。こういうものをビジネス英語でサンクコストと言います。捨て金捨て金よりも早く実行するという商売の機械点の方が高い。それだったら、捨て金は機械点を掴むための投資だっていう考え方になります。そういう意味で仮説を立てて。ビジネスのナビゲーションの。 質ととスピードを上げるここれは非常に大事なことです次当たり前のことなんですがいろんな企画見てもですね広告戦で見ても「これはこんなにいいんですこんなにいいんですこんな成分使ってます一流の材料です」全部送り手目線なんですよ。顧客目線でどのように価値を伝えるかこの顧客目線で我々のビジネスの振る舞いを考える。 これ非常に大事な視点ですよく言われる例え話なんですけど皆さんゴルフをやられる方いらっしゃると思うんですがティーグランドに立ってグリーンを見ますパー4だとします1打打って2打でグリーンにも2パットでパーこうやって打っていくんですがみんななるだけ飛ばそうなるだけグリーンに向かっていこうという思考をするんですがそれで怪我するんですね いいプレイヤーというのはグリーンに立ってティーグラウンドを振り向くそして2打目を打つときにはどっから打ったが一番グリーンにオンする確率が高いかとグリーンから逆に見てその一番打ちやすいところにティーショットで持っていくということをよく例え話で言われるんですがすなわち顧客から我々の振る舞いを考えろこれがビジネスの原点です。顧客の心理わからずに こっちの言いたいことだけを伝える、こういったことが多いですね。次、いい商品だけでは売れません。一番技術投資をしたところが売れるとは限りません。美味しくて当たり前、いい商品で当たり前、それ以上に何かが必要なんです。これが無形の価値です。これ詳しく言いませんが、例えば利便性、寄り添い、励まし、安心、安全、こういったことも大事な顧客価値です。そしてビジネスはうまくいかないことを前提に、 企画するってことですうまくいくことだけを考えちゃダメです絶対ステップ1でうまくいきませんうまくいかないことを前提に考えるうまくいかないことをそこでうまくいかなくて立ち止まったら失敗です客観的に検証して成功に向かっていくナビゲーションこれを続けている以上は失敗はない成功しかないという考え方です止まったら失敗止まらなかったら失敗はない成功に向かっていくってことです それからあの社員に対する振る舞いなんですが褒めるっていうのとおだてるっていうのは違うんですねアメリカ人のピープルマネジメントは結構おだてますなんであの人が褒められんのトロフィーもらうのみたいな人までトロフィーを配りまくるのがアメリカの文化ですねマクドナルド時代そうでしたほぼ95%の人に何かストーリー作ってみんな褒めちげる このおだてることを私は否定しませんが、おだてるっていうことと本当に褒めるっていうことをきちっと使い分けて社員の評価、感謝、おもてなし、リバードアワードこういったことを企画すべきだと思います。他にいろんな思考はありますが、今日はそんな程度で終わります。まあ、質問します。はいどうぞ。えっとあのちょっと気になったんですけど、新しいプロジェクトに入るとき、うまくいかないことを前提に始めるみたいなことをおっしゃったように。 その聞こえたんですけどあの私の解釈間違ってますかまずうまくいかないと思って違う違う絶対にうまくいくぞと成功するまでやり続けるぞだけど最初からうまくいくはずがないそれをちゃんと予見してやれってことですうまくいかなかったからそこでうまくいかなかったそこで慌てんじゃねえぞと成功に向かっていく途中の罰制だと思えってことです うまくいくぞっていう大前提があって、まあ、最初からうまくいくわけがないぞと大体は失敗するぞと失敗するって言い方するとネガティブですから最初から成功するわけないってことですそんな簡単に成功するものは大きな成果でないです、はい、あ,あともう一つ、はい、PDC を回すなのくだりなんですけど大嫌いってですね大学の先生がそればっかりもう100年ぐらい言ってんじゃない<あ> ?PDC を回せって っていうことです、ね、なんか回すなんてもうとんでもないっていうことですよね。はい、と、あのー、その時に結果として A が出るか B が出るか C が出るかこれをしっかり予見しておきたい、はい、A が出れば一番ベストな結果であるでまあ A が出た場合、うん、B 案と C 案で予見したコストはこれはあの本当に何でしたっけあのその サンクスコストサササンンン <laughs> ンクク、ねうん、クスススじじゃゃなないいでですすねコスサンクサンクコビニかトって結構大きいもんですかいやそんな大きないんですよ。キャンペーンやりますはい次どうする何か作り物を作るとかねちゃんと社内でこの A プランってどういうもの B プランってどういうものってちゃんと理解させてもう準備しとく例えばコールセンターも準備する営業トレーニングが必要だったら営業トレーニングもやっとくもうそういうものです。これはね コンサル会社は必ずこういうことをやるんです。こういう提案をします。ビジネススクール、MBA もね、それ以上のコースもこんな仮説を立ててね、サンクコストを持ってっていうのはもう常識的にどこでも考えることです。基本中の基本。基本中の基本。ところがそうやってないことがほとんどです。そういう知識があってもそう実行しないですね、みんなね。例えでゴルフとおっしゃってましたよね。はい。 すいませんあの私ゴルフ詳しくないので、はい、要するにユーザー目線で物事を見なければいけないっていうそういう例えですよね、うん、グリーンに立ちが自分の気持ちをグリーンに立ってバーチャルでねティーグランドを振り見てみるっていう考え方ですよゲームプランでしょゲームプランユーザー目線から見てないんですねそうです,そうです遅れてる目線とユーザー目線で見るにはえっとその 例えばリサーチャーに依頼するとかリサーチ大嫌いお客さんの声を聞くなんて大嫌いだお客さんの声に対応するのが商売じゃないんですお客さんは好きなことを言いますそしてお客さんは自分の体験から言いますビジネスはお客さんの体験期待以上のものを提供するのがビジネスですから聞いてもいいですよそれは参考値であってリサーチの通りアクションを取ったら成功しないですねえじゃあどうやって自分の情熱です お客さんを知ってますと、お客さんはこれで感動してる満足してる満足していないそのお客さんがどう思ってるかそれを次は超えなきゃダメですお客さんにおいしかったですかまた再来店で2回目買いますか日本人はほとんどの方がおおよく、はいいって言います。す、はい、にもイエスノー・2つあるじゃないですか。そういう時はやっぱりお客さんの心を見るっていうのは本当の本心を見るっていうのは例えば私は Mac の時に社員に行ったのは「 お店に行ってお客さんが食べた時の目の反応を見ろ出口を出ていく時の後ろ姿の反応を見ろこれでまた来るな来ないなって分からなかったらもうた,、はい、ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。